におけるグリコーゲンの分解再生成の気候を解明したことによりゲルティー・コリ、バーナード・ウッセイと共に1947年度のノーベル生理学医学賞を受賞した炭水化物の代謝を解明した彼らの研究は2004年にアメリカ科学会が制定する科学における歴史的ランドマークに選ばれたカールは内科医のカール・イジドール・コリとマルタ・リッピヒの息子として 父親が海洋生物学研究所で働いていたトリエステで育った。1914年、一家はプラハに移住し、カールはプラハカレル大学の医学部に入学し、ゲルティー・コリートであった。彼はオーストリア・ハンガリー帝国軍に徴兵され、最初にスキー部隊、後に衛星部隊に属した。戦後、彼は研究に戻り、 ゲルティと共に1920年に卒業した。カールとゲルティはその年に結婚し、ウィーンの病院で一緒に働いた。カールは、グラーツに招かれ、夫レイビと共に、心臓の瞑想神経の研究を行い、レイビは、この研究によって1936年度のノーベル、生理学、医学賞を受賞した。カールがグラーツにいる間もゲルティは、ウィーンに泊まり、 一年後に、カールが、ニューヨークのロズウェルパーク、ガンセンターで職を得た時に、共に、バッファローに移住した。バッファローでは彼は、1929年に、コリカイロと呼ばれる、炭水化物代謝系の研究を行い、1947年に、ノーベル生理学、医学賞を受賞した。また、1928年に、夫妻はアメリカに帰化し、1931年に、 カールはミズーリ州セントルイスワシントン大学に職を得た。カールは1942年に生理学、生科学の教授となった。1946年には第1回アルバート・ラスカー基礎医学研究賞を、1948年にはウィラード・ギブズ賞を受賞した。1957年にゲルティが死去すると、カールは1960年に アンフィッツ・ジェラルド・ジョーンズと再婚した。カールは1966年までワシントン大学に在籍し、退職後はマサチューセッツ州ケンブリッジにあるハーバード大学に研究室を構え、遺伝子学の研究を行った。ありがとうございます。